おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン、マッスル健在。というわけでね、本日はショパンの革命解説よいしょ。というわけでね、皆さん、ショパンのエチュードの革命ってご存知ですかね。かなり好きな方が多いと思います。4月からコンサートツアーを全国各地でやらせていただきます。ソロリサイタル、そしてチャイコフスキーピアノ協奏曲を弾くツアー、同時にやらせていただきます。もうそこでね、今回プログラムをね、新しくしまして、ベートーベンの熱情を演奏します。今回革命も弾かせていただきます。初めてコンサートで弾きます。まあせっかくだったら革命の演奏方法をどういう風に僕がね思って弾いてるのかをちょっと解説していきたいと思います。まずまあショパンのエチュードっていろいろありますよね。いろんな曲があります。その中でも最も有名なのはおそらく木枯らしと、革命と、10の1番と、10の4番と、黒鍵と、という感じでね、多分おそらくここら辺が一番有名なんじゃない。あと別れの曲とかも有名だと思います。はい、というわけでね、その中でも今回はショパンのエチュードの革命をコンサートで弾かせていただきます。フォルテ君が弾くにはぴったしなんじゃないでしょうか。でね、まあちょっと早速解説に入っていこうと思います。まあこの曲はね、もちろん美しく弾くってよりもやっぱかっこよく、そしてね、いわゆる苦しみみたいなものもたくさん表現したいと思っております。もちろんここでね、綺麗に弾くっていう方法もあるんかもしれないんですけども、それよりはやっぱこの曲のイメージってことを考えた時に革命だということなので、かっこよく弾きたいなと思ってます。でね、革命弾くときに僕がイメージしてるのは、上げの演奏か下げの演奏かっていうね、方法がありまして、これが上げでも下げは、これやっぱね、響き方がすごい変わるんですね。だからね、まあこの革命ではこの下げをうまく使って、きちんとね、重さも出しながら演奏していきたいと思ってます。で、もちろん左手。右手がメロディーなんですけども、左手をね、ちっちゃく弾いてしまうと、まあただ単に綺麗なだけの演奏になってあんまり怖さが出てこないということなんで、右手のメロディーがないときはしっかり煽ってあげる。で、ここからは左手のこの半音階を聞こえるように、そうするとどん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 攻められた演奏になります。
あこういう感じでね、どん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 変化していくときには必ず、こうやって左手もしっかり動いてるんだよと意識を持ちながら演奏することを心がけています。まあそれだけでね、かなり雰囲気は変わってきます。変化の時にはきちんと意識を持つ。こういう感じでね。でね、まあ再現部じゃなくて、ね、しっかり変わったことを意識して弾くようにしましょう。まあ音楽のイメージはこういうことです。まあぜひとも僕の革命を楽しんでもらいたいんですけども、まあこれから革命弾く人にどういう練習をすることが正しいのかっていうのをちょっと先にお伝えしておきますね。ゆっくりの中演奏できるようにしましょう。このテンポでも速いと思うんだったらどん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 ゆっくり、効果的です。あとはこういう変化とかが始まった時には、どこが弾きやすいのか弾きにくいのかって分かるために細かく分けて練習しましょう。それを繰り返していれば、まあ、かっこいいテンポで弾けます。変化をぜひとも会場でホールで楽しんでもらえたらなと思います。ぜひとも私のコンサートをチェックよろしくお願いしますよ。というわけで皆さん、ここまで見てくれてありがとうございますよ。というわけで皆さん、チャンネル登録そして筋トレしっかり一緒にしましょうね。というわけでグッバイ。